はい、皆さんこんにちは、あちでございます。88のファイアクリスタルやっていきましょう。ね、もう、あら、どここれ？あれ？ もうね、アミュレット探すためだけの旅になりそうなので、今のどこだったんだろう。こう、チカさんがいるビーリーのはずなんですけどね。こんなとこあった？ビーリーや。いや、ないですよね。ああ、ここ来てんのか。出るとこも、私、南向いてると思ったら北向いてたんだね。さあ、これいけるでしょ。キャストスペル1の何でいく？ソニック。で、オフロクさん何唱えれんの？ファイヤー。ボルト、ファイヤー、ボルトってなんだ？ボルトは単発だね、きっとね。ファイヤーがあれなんだろうね。行ってみましょう。1、2、3、4、5と。おお、一撃で倒せた。おお、ボルトはすごいです。あら？ほい、逃げてきましたね。で、ちょっと MP の回復しましょう。はい、もういいかな。よいしょ。で、こうかな。あ、もうここまで行ったのか。南側は終わったんだね。終わったというか、そうですね。じゃあ、ここ、おう。さあ、アミュレットが欲しいね。なんでトークしようとしたんだろうね。キャストスペル。ラン。2、ランね。ノーバディ。1、2、3、4と。おお、死にかけてる、モルエイさん。ちょっと待って。モルエイさんの薬を、モルエイさんね。さあ、いっぺん帰りましょうか。まあ、帰らなくてもいいかな、まだ。もうモルエイさんないんだね。4、5と。4、5と。4、5と。ドッペルゲンガー相手にすると死ぬね。さあ。はい。いつもね、ドッペルゲンガー出てきたらね、なんて言うんでしょう。いつもドッペルゲンガー出てたらね、一旦やった後に気づくんだよね。あ、これはやるね。これは来るね。1の、ね、ソニックと2のファイヤー試してみましょうか。ノーバディね。1、2、9、8、7。おお、すごい。 これはやばい。これはやばい。あ、なんとかなるか。ますますオフロックさんとオクラルスの間が ますます開いちゃうね。ちなみに、もう魔法使い満タンになったのかな？あ、いや、でもまだ経験値入ってるね。ここよく敵出てくるね。キャストスペルは無理だね。はいと。で、ちょっと MP を戻しましょう。いや、おふくさん、ちょっと自重しないといけないね。ちょっと差が出すぎちゃうね。これ、どっち向いてんだろうね。あ、こっち北向いてんのかな、今ね。はい。宝石って？ああ、2726ゴールドと173個の宝石を持っています。ああ、そう、1万5000ゴールド持ってたんだね。これダメなやつだな。あ、ワープしちゃったんだ。あ、これ来るね。オフルクさんがソニック。いや、違ったね。ウクラルスさんがソニックで、オフルクさんはボルトにしとこう。ちょっと差が出すぎちゃう。一撃で倒すもんね、ボルトね。よいしょ。はい、遠くね。魔法使いに気をつけろーと。はい、と。キャストスペルね。ウクラルスさんはアクアにしちゃおっか。オフルクさんはボルト。ボルトでね。ノーバディ1、2、3、4、5。B に行っちゃった。ボルト。お、すっごい。B のあのヒットポイント置いてきてもボルトやっつけれたね。すごいなあ。はい、気をつけろーと。よいしょ。さあ、ちょっとお待ちください。魔法ね。魔法を見ましょう。ボルト。あ、まだでも上があるね。あ、次のレベルでマックスになっちゃうんだよね。あー、で、スピードか。
スピード入ってんだね。スピード魔法使いに唱えた方がいいよね。さあ、キャストスペル。どうしちゃいましょうか。ソニック2がボルトにしておきましょう。ノーバディね。1、2、3、4と。はいと。そうしないとね、ちょっと、オクラルさん追っかける立場なんでね、オフロクさんをね。あ、スピードでもいいよね。スピード、ちょっと待ってね。キャストスペルで、オフロクさん、ディバインを、自分にかけましょうか。ね。鎧はプラス7が入ってんだね。鎧プラス7が入ってんの？不思議な感じだね、オフロクさんね。で、オフロクさんのスピードをオフロクさんに。で、キャストスペルの、ディバインでオフロクさんを見たら、お、速さが7になってます。もう、戦士に魔法かけたらろくなことなく、戦士をスピード上げてもね、いいこと1個もないんでね、魔法使いのスピード上げましょう。ロハーさんを抜けりゃいいんだけどね。ロハースさんを抜ければいいですよね。1がソニック、2がボルトね。オフロクさんの方が遅いのかな。ウグラルさんの方が速いのかな。そんな気がしてきましたね。1、2、3、4。これで、ロハースさん速いな。オフロクさんが追いかけてたけど、まだまだロハースさん、多分下手するとロハースさんもえげつないぐらいのスピード速いかもわからないね。あら？モルリルさんがまたダメージ食らっちゃったね。35だね。で、おいよ。はい、逃げるね。来るね、これ多分ね。1、アクア、2、ボルト、で、ノーバディね。あ、逃げちゃった。キーが押しやすいので言えば、A と B が押しにくいよね。点キーが楽だからね。おい、どこだこれ。どこだ？どこだこれ。あ、またワープポイントだねこれ。はい、逃げてったね。これってヒットポイントも上がってんだろうね、オフロクさんが多分ね。だから、さっきの、いつも、いつ、前、前だったら逃げなかったような感じでも逃げてたんだね。1、2、3、4、1と閉まったね。魔法唱えの前合わせちゃったよ。キャストスペルいいね。ここまで来ちゃうとね。あら？ワープポイントじゃなかったのか。おお、なんか変な感じね。はい。でも、まだ、あれだね。まだ4階にはいけない気がするね。また全滅しそうな気がします。あ、なんだこれ。なんだろう。出れんのこれ、私。閉じ込められてる？まあ、テレポートあるからね。最悪。どうでもなるとなるんだけどね。あ、ここだね。ここ入ったらダメなのか。こう行って、こう行って、こう行って、あ、ここで右見たら空いてると。ほえー。で、おう。あ、これは来るね。1、ソニック。1がソニックね。2がボルトね。ボルト、ノバディの1、2、3、4と。あ、スピードでも唱えちゃおうか。唱えてもいいかもしれないね。キャスト、お、近づいてきちゃった。はい、逃げちゃった。で、キャスト、オフロクさん、スピードを今度はオクラロスさんに唱えましょう。ちょっと早い方がいいもんね。よいしょ。ああ、またこういう、
こういう感じ。さっきのと変わんないね、これね。で、こっち入ったら、さっきこれ左入ったんだよね。これ右入ればいいのかな。おい、1、2、3、4、1と。なんで1、2、3、4、1にしたんだろうね。まあ、いいか。で、こっち、おお、なんだい？どて、ど、ど、で、出てってる、ってる？わ かんない。なんて読むんだろう。これはいいですね。キャストスペル1のソニック。で、オフロクさんも、オフロクさんボルトにしておきましょうか。ノバディ。1、2、3、4と。46あったんだね。これでやっつけんね。あららら、A はやっつけれなかったね。おお、やっぱ魔法とんでもないな、これ。4、5。4、5。4、5。3、5。よいしょ。次、ちょっと変える準備した方がいいね。はい、フェスタさんと。フェトサさんね。フェスタさんじゃなくて。凶悪な魔法には気をつけろ、と。はい。このアリンコの人は全然やり合ったことがないね。いつも逃げられちゃうんで。どこだろう。はいと。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。B エリアのどこだろう。こんなダダピロとかあったっけ、 B エリア。ここか。左下だね。多分、2の0のエリアにいるみたいな感じですね。で、右見て。部屋入っても、特になしね。でもよかった。MSX の地図がね、こんなに使えるとはね、助かりましたね。キャストスペル。1、ソニック。2、もうアクアにしとこう。ノバディね。1、2、3、4と。さあ、魔法使いの経験値をマックスにして、ラミルットもあったら下まで行けそうかなと。でもなんかもう逃げるのがデフォみたいですね。はいと。何？ちなみにこれだとどこに行けば帰れるの？ダメだこれ。そっか、一箇所。あと壁ぶち抜ける魔法があったね。そういや、それ教えてもらってましたね。まず自分のいる位置をはっきりさせましょう。ここはどこなんだろう。壁があって、トラップだね、今のね。どっちに向いてるかぐらいはちょっと調べましょうか。キャスト1、ポインター、イーストに向かってます。おや、こんなとこないな。これ北向いてんだね。1、2、3、4と、5と。で、これが、で、右行って、いや、私の思ってるのと違う場所だな、これ。どこだ、これ。A じゃないよね。B エリアだよね。で、これ南に下ってんだすね。出すねって言いましたけど、これ南の一番端。ここか。ダダピロとかありますね。これはどう行けばいいんだろう。あそこがワープか。てか、ワープとか言うより、壁抜けれんだったよね。ここが、あれ、こんな2つ空いてるとこないんだけど。これか。で、いや、違うね。ただ、ザホップさんね。ここ、デローンと、あら、ちょっと違うね。これ、あれ？私これ、なんだこれ。全然違うとこ来ちゃった。1が、
アクアで2がボルトでいきましょうか。いや違うね、2がボルトじゃなくて今あボルト、うん、ボルトだね。でノーバディね、12312と入った。これどこだ、なんか変なとこワープしちゃったね。は全然わかんないんだけど、キャストスペルで1が、ソニック2が、アイスじゃなくてあの普通のやつでいきましょう。1234と、はい、じゃあね、ちょっと時間の方良くなりましたのでこの辺で終わっておきたいと思います。ここ本当どこだろうね、 B エリアのどこかの、まあ、どっかなの間違いないと思うんですけど、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。